はい、こんにちは。今日は、イオンガスルファンの、修理です。まあ全然大したことないんですけど、それとどっちかというとこっちの方がメインなんですけど、動画の音声のテストですね。今までの動画ちょっとマイクの位置が悪かったのか、結構近づけてるつもりだったんですけど、どうも音がこもってる感じがしたので、ちょっとマイクの設定とまた場所を変えてみて、どれぐらい声が変わるかちょっとテストしてみたいと思います。そのついでに CPU ファンの修理というか静音化です。今、ちょうどこれが 12V なので、 12V のアダプター使って、音出してみます。変な音が聞こえるの分かります？軸が、あまりスムーズに回ってないような感じの音で、まあ、CPU ファン自体そんな大した金額じゃないので、ね、ほとんどの人が買い替えてると思うんですけど、せっかくなんか壊れたものを直すっていうジャンルの動画なので、ね、まあ、簡単に直せるものは直せた方がいいので、もしかしたら知らない人もいるかもしれないですし、今使ってる例えば CPU ファンが結構高額なもので、高額とかもしくは結構気に入ってて、もしくは形がないとか、まあいろいろファンも形が変わるので、これをどうにかして使いたいとかっていうパターンもあるかもしれないので、もしかしたらこれで音が軽減されたりする可能性もあるので、一応誰かの参考になるかもしれないので、音声テストのついでにちょっとやりたいと思います。で、このファンのストッパーみたいなものが、基本的にこれポンとは取れないので、ストッパーみたいなものがここにあるのあります。この封印というか下のシールの下に、まずこれを剥がします。で、ケースバイケースなんですけど、ここに、金属製のシーリングがついてるパターンと、プラスチックのシーリングっていうのかな、みたいなものがついてるパターンがあります。見えますかね。これがプラスチックのシーリングなんですけど、この白いの、これがプラスチックのストッパーです。この白いの、これを外します。外し方はこのファンがちょっと押せるので、押してこのプラスチックのシーリングを折らないように、取り出します。外れました。一回外せば感覚が分かると思うんですけど、こういう感じで先端にへこみ切り込みがあって、そこにシーリングが挟まってるので、こういうふうにこういうふうに挟まってるので、
まあそのままこうは抜けないんで、ちょっとずつこの剥がすような感じです。まあ、大したことじゃないんで、やればわかります。でこれ折れたらもうそのファンはダメなので、一応注意しながら作業はしてください。まあ、別に壊れてもいいよっていうんだったらガリガリやっていいと思うんですけど、さっきの言ったもしこのファンが気に入ってて同じものが欲しいけど廃盤で手に入らないとか、そのファンをどうしてもなるべく直したいっていう場合はちょっと注意をしながら作業をしてください。で、掃除が古いグリスだったりとかを拭き取ったら、また新しいグリスをつけます。それで綺麗にまた滑りが良くなって音が綺麗、静かになると思います。でこの使うグリスは、僕が使っているのはタミヤのセラグリス HG っていうやつ、これの説明書にもあるんですけど、パソコンの CPU ファンなどにも使えるってことで乗ってます。で確か300円とか400円ぐらいだったかな。なので1個持っとけばそんなにたくさん毎回使うものじゃないので結構長く使えると思います。これを軸に塗りまして、この中にも塗ってあげましょう。であとは差し込むだけです。はまりました。でこれで音が静かになってるはずです。
消えましたね。多分イオンの今回のこれのイオンの原因はファンがこここうやって動くんですけど、これがこの時に音が鳴ってるっぽいですね。なんて言うんだろう、例えばこういうデスクトップをよく立てた時倒した時とかで、この鳴るポジションがあって、その部分になるとなんか変な音が鳴ってたんだと思います。今はどっちにしても滑りが良くなってるのでならないです。まあ、たったこんだけなので、まあ、つまらない動画ですけど、あくまで動画の音声テストのついでなので、ただ喋る動画でテストするよりかはいいかなと思ったので、これをちょっと今回撮ってみました。あとはもうちょっとグリス塗ってもよかったかなと思うんですけど、まあどうせまた鳴ったらもう一回つければいいだけなんで、静かです。ってことで、今回の動画は以上です。つまらなくてすいませんでした。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。